久保さん。確かに昔フジテレビ買収ありましたね。ありましたねな。全然忘れてました。フジテレビ買収とあとね、球団ね。球団とフジテレビありましたね。ライブドア。懐かしいな。まあ確かにね、金で買えないものってあるでしょうね。うん。ただまあ、一般人がフジテレビ買収するとかね、球団買うとかね、 まあまあ、多分あんまないと思うんですよ、デカすぎて。だから一般的ならば、うーん、一般的に買えないものって言うなら何だろうな。まあ、愛とかすかね。まあ一般的な、まあ、表現で言うなら愛は、愛はどうなんすかね。買えちゃうのかもしれないですよね、実は。実は金で買えちゃうかもしれないっていうね。わかんないですね。だって、 久保さんあの婚活か今なんか婚活ビジネスがすごいんですけどあのなんか年収何千万以上でなんちゃらっていうそ,それが高いんですよそれに群がってるんですよ <laughs> うん金やんみたいなね <laughs> ど,どうなんすかねここ <laughs> まあ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 ねまあ将来安定してた方がいいでしょうけど まあ結構金かと。まあ、金は必要なんですけど。だから愛っちゅうのも、まあ年収なのかな、とかね。<laughs> なんか難しいですよね、人間っていうのは。うーん。だからまあ、おおよその部分はお、申し訳ないけど、おおよその部分は金で解決できる部分が非常に多いのかなと思うんですよ。で、僕は、その、昔ね、あの、免停くらったんですけど、 メンテー食らうとね、久保さんメンテー食らったことあるか分かんないですけど、あの僕30日メンテーだったんですよ。でね、これはね、この仕組みどうなのかなと思うんですけど、ね、30日メンテーなんですよ。30日間メンテーなんですね。ただし、1万円とか2万円のその、なんか講習を受けると、その30日が1日になるみたいなね、どういうことやね。 え本来30日運転しちゃダメ言うてるのに、なんかその1万とか2万円払って講習受けるとそれ1日になるみたいな。どういうことみたいなね。金かと。<laughs> ね、まあ,あの、切符切られてもね、いくらか払うわけなんですけど。なんか面白いですよね。世の中、ほぼ金なんじゃないかな。いってらっしゃい。